まあ、表具師ですね。私の場合は図書館とか美術館とか昔の掛け軸収蔵品を修復してまた元に戻す。九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。これは明治8年に木版で作られた本ですね。虫食い例が剥がれているものを裏打ちをして結出部分を少なくするというか、世界に一つしかないけん失敗するという感じでね、気を使いますよね。大体100年スパンで修理せないかんね。その時に糊が硬かったら本紙を傷めるし、こうカーブするってね。だから100年のうちの表現に目をかけるように、ちゃんと剥げるような塗り加減。まあ、バトンも次に渡すって感じね。そのためにはこれこう、恥じる仕事したらいかんかね。名前が残るけん。それもプレッシャーやね。私が未来に残したい風景は箱崎宮の境内です。緑がね、綺麗とかすがすがしさというかそういうのがありますよね。この大楠ですかね、子供の時から同じ場所で同じ形でですね、立派ですよね。私も辛いようにですね、次の世代にね、移せるものは残していきたいですよね。